十年なう浅川図ですくだらないもの工房の匠です今回はね男の気持ちが一瞬でなえたライン e の爆死ワード10選と いうことで。ま、あラインでこの言葉を使うと失敗するよっていうタイプのやつかな。なる,なるほど、なるほど。これちょっとあれなのかな恋愛系とかそっち系のやつが多いのかなうちのリスナーに響くか、これ。<laughs> <laughs> まずね、うん。爆死ワード1っていうことで、殿下の宝刀張りに分かれる。 を対応されてもムカつくだけっていうことですぐに喧嘩したりするとじゃあ別れるっていう風に <laughs> めんどくせえ。<laughs> 駆け引きなんかね。一番ラストに使うやつじゃないですか。ううんうん、うん、その別れるはい家で、はいってなったらもうエンディングじゃないですか。<laughs> まあね。バッドエンドになって終わりなんだから、それをね、一番最初から使っちゃうのは それはダメですよこれは別れる気がないのに別れることを匂わせる匂わせ系自滅系の爆死ワードと。はあはあはあはこれを気軽に使う人は別れる気がないけれど、それをまあ、なんていうかな、取引材料というか、うん。じゃあこれで、うん、じゃあ分かった、分かれよってなったら多分本人も焦るっていうことなんだろうね。そうですね。あの、ツイッターとかで、うん。 あの、クソリップをしてきて、いや、そんなつもりなかったんですっていうタイプのめんどくさいやつですね。<laughs> なるほどね。あれ、さっきの、じゃあ別れるは本気じゃないんだよっていうのが。そうそうそう。だ本気じゃないものをなんでそんなポコポコ出してくんのってやっぱこの温度差で嫌になっちゃうでしょうね。いや冷めちゃうよね。うん。んで、うん、続いて、彼女から今から買い物に行きたいから迎えに来てと LINE と、今日は難しいと事情を伝えたら速攻でマジ使えないと。 おこれはもう、しょっぱなで俺はブロックしてる。<laughs> この使える使えないっていうのは人に対して言うと結構失礼ではあるよね。失礼ですね。会社とかではさ、例えば先輩とかでお前使えないなとかっていうのはまああるけれど、うん、なかなかそうだね。友達とか恋人関係でこれは言ったら結構怒られそうな感じはするよな。うん、これは普通に順当に失礼ですね。<laughs> 使えねえなっていうね。うん な家族でも嫌だし、友達からでも嫌だし。<laughs> そうね、家族でもこれ言われたら向かってくるな <laughs>、うん、マジ使えねえなって言われたら、<laughs> お前、お前の使い方が悪いんじゃボケーと。<laughs> これは人を顎で使うかのようなキーワードということでね。ね傲慢さで炸裂されると、えー。何様系の爆死ワードと。そうやなで、続いてね、爆死ワード3っていうことで、はいはい、自分の心に聞いてみれば。えー。 なんでそんなに怒ってるのっつったら、いや、自分の心に聞いてみればっていう、ははははこの会話にならないというか、エスパー的なやつだよね。あのね、察してくださいは何事もダメです。まあ、それのパターンだよね。察してパターンだよね。うん、自分の心に聞いてみれたら。っていう。ね、えっとね、デートの最中にいきなり不機嫌になった彼女とちゃんと話し合いたくて、うん、帰宅後に俺何かしたって LINE をしたら、自分の心に聞いてみればっていうことで、 はあ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 、答えてくれないんだね。なるほどね。なんで私が怒ってるか、あなたちゃんと自分で考えなさいよっていう。めんどくさいな。これダメなパターンだな <laughs> <laughs> あとは何かしたっていう聞き方じゃなくて、うん。こう、もうちょっと聞き方を変えてみるとかどうですかね。なんか機嫌悪かったようだけど、体調とか悪かったとか、相手を思いやる感じ俺何かしたわ。 自分に非があるのどうなのっていう聞き方になっちゃうんで。ああ、なるほどね。うん。なんで、根節丁寧に聞いてみると。まず。で、言ってあげく、それでもあの自分で考えてみたらってなった場合は、もうしばらく考えてるふりをしつつ、えー、しばらく経ってこう考えてみましたけど、わ <laughs> からないのでヒントとかもらってもいいですかみたいな感じで、ちょっとずつ。<laughs> 歩み寄ってきゃゃなななんんとかかじゃないでしょうかねめんどくせえな、これな。<laughs> こんな時クイズミリオネア見たく、テレフォンや、あの、なんだっけ、5050、うん、50とか使ったらさすがにガチ切れされるので要注意。<laughs> だから、ヒントくれも NG ワードなんじゃないこれか。テレフォン使いたいんですけどって言ったら、馬鹿にしてんのってなっちゃうよね。<laughs> なっちゃうね。<laughs> こうなんかうまいことできないかなこれでもな、聞く側からしたらマジでヒント欲しいんだけどな。なんか、ね,ね、どっかあそこのお店で何か、それこそラーメン食べてる時にとか、なんかそういう、うん、せめてね、時間と場所ぐらいは <laughs> ヒント欲しいよね。<laughs> なんか導き出せる答えが出るぐらいのヒントは欲しいですね。えー、続いて、ショッ 中約束をドタキャンする片思い中の彼女とは理由が、仕事や体調不良だから仕方ないと思っていたけど、ある日、ドタキャンの承諾した後に届いた。いつも許してくれて助かりますということやな。<laughs> これはだいぶ軽く見られてるっていうことだよね。 なんか、これも書き方だと思うんですけど、うん、まあそのドタキャンで今日もごめんね、いつもごめんね、ありがとうみたいな感じの書き方だったら、うん、まあまあ、しょうがないかなってなる気はするんですけど、助かります。なんだろうね、文章ですね、これはね。これは、許してくれることを分かっててドタキャンしてて、謝罪と見せかけて自分の気持ちしか述べてないすり替え系と。確かに。これまあ、自分の意見だからな、いつも助かってるっていうのはなあ。あ、まあそうですね。 なんか、申し訳ない感をもうちょっと出すと、まあ、しょうがないね。まあ、仕事とか体調不良じゃしょうがないよねってなると思うんですよね。いつもごめんねとかね、それぐらいのが、うん、いつも許してくれて助かりますってなんか距離感を感じるしな、随分な。なんかよくわかんない文法なんですよね。許してくれて助かります。なんかもうやりますね。文章としてもちょっとおかしいよね、<laughs> これな。うん。 文章がなんか変な感じですね。これをもうちょい丁寧に書くんだったら、いつも許していただきありがとうございますとかだよね。そうですね。助かりますっていうのがすごく軽く見入れるのかな。で、えー、続いてね、はい、これパトロール系って書いてあるけれど、友達と飲みや食事に行った時に、そういった話を SNS に上げるたびに、私も誘ってよって。 っていうあーあるねうざ絡みだねこれね「<laughs> SNS ポリス」っていう風に書かれてるけれど <laughs> でかといってブロックしたら角が立ちそうなのでミュートで放置とこれは別に付き合ってる子ってわけじゃなくてあしかも SNS に上げるたびに LINE で別個で来るんだあー見てるよアピールがあるわけだなじゃあなうんなるほどねえこれはだって誘ってないじゃん <laughs> これ別に浮気ってわけじゃないもんね、きっとね。ですね。見てるアピールがちょっと怖い点があるんかな <laughs> ストーカー的な。そう,そう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 。これ逆で考えたら、例えばだけど、女の子同士で映画行ってきたとか、今日飲み会やってきたみたいなやつに、男が一日次ちょっと俺も誘ってよっていちいち来たらちょっと怖いですよね。気持ち悪いよね。うん なんかずっと見られてるみたいな感じだし、なんなら自分もちょっとついてきようとしてるっていうのは、ちょっと嫌だな。で、続いてネガティブ系っていうことで、えー、彼女との将来に備えて、<い>資格取得を決意と応援してもらいたくて彼女に報告すると、えーうん、絶対無理でしょと、時間の無駄だからやめなよって。これ、こんなこと言ってる、ね、奴だよてわ。すぐ別れた方がいいよ、<laughs> こんなの。<laughs> これは最悪じゃんね。これはダメですね。何にもならんですよ、こんな人と一緒にでも。慎重な性格とはいえ、やる前から否定されるとさすがに辛いですと。彼女と共に人生を歩むのは難しそうですっていう。うん、そうね。ネガティブ系っていうのか。あの、このやりたいって思ってることが、うん、明らかに突拍子もないことだと。もしくはなんか、明らかな詐欺かなんかに。ああ<ー>、<う>なるほどね。ね。うん、お金投資しちゃうみたいなやつだったらやめとけっていう話になるけど。うん 前に進もうとしてるものに対して、それに歯止めをかけちゃうようなことをする人は、やめといた方がいいですね。慎重なのとネガティブなのはまた別だからね。うん。慎重であれば、例えばだけど、今のあなたの、その、あれだと無理だから、じゃあ時間かけてゆっくり勉強していこうね、みたいな、うん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 。やつのアドバイスをすると思うんですよね。まあ難しいかもしれないけど、やってみれば、みたいな。それでお金が無駄になっちゃうかもしれないけど、まあやってみればっていう。 慎重な人って、それでもこう前に進むとは思うんですよね。ここにね、ちょっと書いてあるけど、気持ちに寄り添ってやる気を後押しするだけでいいのにってことだから、うん、だから、これを口に出して言うのって本人はあれなんかな、親切のつもりで言ってんのかなまあ、そうでしょうね。時間の無駄になっちゃうからやめときっていう, <laughs> う,いうアドバイスだと思って言ってると思うんで。 なんかさ、そこはどう言えばいいんだろうなその相手の失敗とかもちょっと許せるぐらいじゃないと、なかなかその、このね、将来に備えてって言ってるから結婚するつもりで付き合ってるのかもしれないけれど、うん、ダメな部分もある程度許していかないと一緒に住めないよね、正直ね。うん、それはそうですね。で、無駄になっちゃったら、ちょっと無駄になっちゃったねってこう、ね。まあ、笑い話にでもすればいいんですけど。それをさ、ほらやっぱり無駄になったっ。あー、それ一番イラッとするやつだ。ね。<laughs> これが 喧嘩になるのよ <laughs>、うん、それを言うと。ほら、やっぱり無駄になったっつったら、もうそこで喧嘩になるから、うん。コスパだけでこう考えちゃうと、こうなりがちかもしれないですね。その、まあ、自分の価値観だけでね、それをこういう風に言っちゃうとダメっていうことだわな、確かにな。いや、そう考えると、うん、うちの相方は、よう、ようこの辺やってくれるな。な <laughs> 本当ほんと、合わせてくれてるんだ。うん。 やってみればって、とりあえず言うから。で、実際無駄になっても、<laughs> ほら無駄になったじゃんって言わないんであればね、そこまでは言わないですね。そう、いい関係性だよね。うん、で、えー、続いて、これは茶番系っていうことで、えーうん、彼女のために優先的に時間を割いてるつもりなのに、えー、たまに仕事仲間や友達との予定を入れるたびに届く私のことが大事じゃないの。 もうめんどくさい。これはめんどくさいね。私と仕事どっちが大事なのってやつだねーはーはーはー。よくあるやつですね。多分ね、そういう質問してくる人だったら、彼女の方が大事でも仕事って答えちゃうかもしんない。<laughs> あま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 あ、実際そうだと思うんですよ。だって仕事をほっぽってデートを優先したら、 この先生きていけないじゃないですか。俺のことを養ってくれるんだったら、仕事より、あの、君の方優先するわって言っちゃうかもしんないね。ああまあ、ね俺この先仕事クビになるかもしんないけれど。それでもいいのと。ね、クビになって俺のことも愛してくれるんだったら、君の方が大事って言うわって思うかもしんないけど、うん、大体さ、そんな、それで仕事クビになるような男の人を好きになるわけないじゃんね、まずね。ないからね。な これはめんどくさいなこの天秤にかけるタイプねメンヘラに多いですよね、こういうのはね。まあまあ多いよね。うん。猫と私どっちが大事なのって俺だったら言われそうだからさから俺もう、それ完全に猫だよって。<laughs> 猫になんかあったらすぐもう家帰るよって。ああ、まあそうね。<laughs> 言うからさそう、彼女の方はだって1日2日ほっといたって生きていけるじゃない、ね、そうそうそう。猫は俺がいないと生きていけないからね。うん。 これは何だろうね、束縛系なんですかね。束縛とかやっぱ自分が一番じゃないとっていうことなのかな、うん、自分を大事にしてほしいっていう。別にその、なんていうか仕事と私がどっちが大事じゃなくて、その深夜まで働いてるあなたのことが好きなのよ、うん、でいいじゃんね、別にね。 まあね自分が相手にしてもらえないっていうその鬱憤はあるにせよそれは相手の都合を考えれば仕方がないことだっていうふうにねうん、うん、思うんと思うんで結局だからこれ構ってちゃんなんだよね結局なこれなんつうのずっとその友達とか仕事の人たちとばっか遊んでて、うん、私の方にこう向いてくれないって大事じゃないのだったらまだ分かるんですけどいちいちこれが来るとちょっとね うーんそうか、まあ、ずーっと確かにあれか、友達と遊んでたり、会社から帰ってこないとこのパターンもあるか。ずーっとだとさすがにあってもしょうがないかなっていう気はしますけど。うん、それはでもさ、もう聞かなくてもわかると思うんだけどな、私のこと大事じゃないんだなってね。うん。それをだから何本人に問いただすことのなんか意味があるのかなって俺ちょっと思っちゃうかな。<laughs> 本人に聞いてみるとわかんないところも、なんか自分で納得できないところもあるし、<laughs> そういうことか。あ,あなたが 一番ですよっていう あの言葉を取っときたいいんじゃないですかね俺はもう自分がこの私のことが大事じゃないのって相手に聞きたくなってる段階で俺多分別れちゃうと思う先にあなるほどね自分がこういう気持ちになってんだからもうないんだなっていう俺のことが大事じゃないんだなと思ってそれを問いただす前に別れちゃうかなそれであの向こうが「ごめんごめん」ってなるんかもしんないけれどなんだろうなその確認がなんか俺やっぱ面倒くさいって思っちゃうか、ね なうん相手にそれを迫るのがそれはちょっとめんどいかなでその場でだっていくらでも嘘つけるじゃん君のことが一番大事だよって <laughs> まあそうですねで大体別れたくなかったらそれを吐くじゃん <laughs>、うん、仕事とか友達の方が大事であってもいや君のことが一番大事だよっていうて、ねうん、その場で言うからね,んねみたいなねでその茶番を何回も繰り返さないと多分気が済まないんでしょうねうわーめんどくせー <laughs> そう、一年に一回ぐらい確認するわけか。ダーリー、うん。めんどくさいわね。<laughs> なんか、それ聞くぐらいだったら、もうそこの信頼関係ないんじゃないのうなそうそう、そういうこと、そういうこと。うん、ね。それをしょっちゅう聞くようだったら、もう大事じゃないんだってきっと。そうそう,そうだ。大事じゃないっていうふうに思われてたら、最近大事にされてないなってなったら、うん、あの、最近、 もうちょっと大事にしていただきたいですという方向にした方が話の進み方は楽だと思うんですよね。<笑><笑> 大事じゃななないのってなると一個確認作業が必要大事かどうかはさ、その言葉尻じ,じゃなくてさ、うん、その自分が感じることだから、うん、言葉で大事って言われても、大事と本人が感じてないんだったら、もう大事じゃないんだって。<laughs> だから分、ね、かられても、本人が納得するのが難しいわな。言葉で納得したいんだろうけどね、まずはね。うん、でも、行動と言葉が伴ってないんだったら意味ないからな。あんま意味ないですね。 で、えー、続いてね、えー、倍返し系っていうことで、えー、仕事が詰まっていて、うん、彼女からの LINE が2日ほど放置していたと。で、落ち着いてからごめんと、えー、返信したものの既読にならないと、うん、電話にも出ないので心配して、うん、メッセージを送りまくったら4日後に私の気持ちが分かったでしょうっていう。めんどくさい。やられたことを相手にやり返す倍返しなんだね。はあはあははあ、ほら、放置したらこんな気分になるでしょうっていうことね。うん ちょっとめんどくさいね。ちょっとめんどくさいね。まあ、やられて嫌なことってどうしてもあるじゃないですか。例えばじゃあ、あの、食器をじゃあちゃんと片付けようとか、食器溜まってたら洗おうっていうのを一回言って、俺がお手本を見せて、うん、で、じゃあ次溜まってたら気づいたらやろうね、みたいな感じにして、こう、わざと残しといて、 で、これやったら褒めるみたいな、こう見本を見せて、こういう風にやるんだよっていうことはあるかもしれないけど、なんかやられて嫌なことわざわざ倍返しですることはなかなかないかな。二日ほど放置したのを四日後にってことだから、うん、倍じゃなくて相手が二日だったらこっちも二日とかだったらまだちょっとあれなのかな、うん、<笑><笑>でもそれもなんか変な感じだけれどな。だってこれエスカレートしていくというか、うん。 相手が嫌だなって思ったことをうっかりやっちゃったとするじゃないですか。で、そこで、こう、これは嫌なことだから、こういうのは気をつけてねっていうふうに、こっちをその、しつけてくれるわけじゃなく、うん、同じことされて、あの、これ嫌でしょって言われるのはちょっと嫌ですね。 この、やり返したくなる気持ちも分かんないでもないからな、ただな。うんうん、でえ、続いてね、うん、この、忘却系っていうことで、え片思い中のこと、映画のデートの帰り道え、思い切って告白と、一晩だけ待ってほしいと言われて、うんうん、翌日 LINE で返事を聞いたら、うんうん、え、なんだっけと、返されてかっかりと、もう完全に忘れてると。はあ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 、<laughs> これはいろいろ、人間の特性あるからね、何とも言えないね。<laughs> えっと、デートの帰り道に告白して、向こうが一晩待ってほしいっていう話ですよね。うん。 で、翌日聞いたらなんだっけだからこれは、もう断られてます。これは天然じゃなくてわざとか。<laughs> ええ、これは、あの、なかったことにしてあげるからっていう優しさだと思います。ああ、聞いてなかった風に言ってくれてるってことなんかね。<laughs> じゃないかなうん、難しいなこれ一晩だけ待ってほしいっていうのが断りのパターンなのか、ガチで一晩考えて答えを出してくれるのかがわかんないよね。え、うん、だから一晩待って、 答えを出したのがなかったことにしたっていう <laughs> 結論だと思うんですよ。これだから、わざとだったらもう脈はないんだよね、完全に。わざとだったら脈はないですね。この時の LINE で返事を聞いたらなんですけど、この返事の聞き方ですね。昨日のやつどうって、例えば聞いたとすると。うん。ってなると、え、何の話ってなる気がするんですよね。 うん、質問が抽象的すぎて、例えば映画の話だったのか、うん、ご飯の話だったのか、告白の話だったのかが、わかんないからなんだっけって書いてくる可能性。なるほど。もうちょっとちゃんと先日思い切ってデートの帰りに告白した旨ですが、あちらの、えー、返答の期限が本日となっておりますので <laughs>、えー、お返事いただいてもよろしいでしょうか。<laughs> OK なら1番、ダメなら2番を押してくださいみたいな、メールを送っとけば、えー、なんだっけにはならないんで。 うーん、これだから、告白じゃなくて昨日のことだけどで A なんだっけだったら、うん、あの、まあ、勘の悪い子だったら確かにそうなるか。うん、それは結構ありえんじゃねえかなと。 翌日 LINE で返事を聞くときに、告白のことでって言って、それでえなんだっけだったらもうおかしいわな、うん、そう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 。そこまでヒントを与えといてえなんだっけだった場合は、もう脈なしだと思って。脈なしだからよっぽど記憶力がない子だよね。<laughs> だからもう仮にだけどそれでえなんだっけで、それがごまかし、 だったら、一旦確認は取りますよね。ああ、はいはいはい、はい。あの、昨日告白した件で、えっ、ー、と、お話を伺いたいんですけど、いかがですかっていう。いやー、難しいね、これな。この、えー、なんだっけ、もう、女の子の照れ隠しで、うん、もう一回だから告白してほしくて、いうパターンも、あ、なんかよくあんじゃん、こう、ドラマとかアニメとかでもさ、もえーなんだっけみたいな。めっさんやな、それ。<laughs> これはだから難しいな。これ文章だけだから難しいな。うん、この A なんだっけも、セリフとか表情とかで、あ、この子分かってて A なんだっけってもう一回言わせたいんだなっていうパターンと、うん、本当に天然で忘れてて A なんだっけのパターンと、うん、断りのつもりで、なかったことにしてるかね。うん、A なんだっけにしたいのか、3パターンぐらいいろいろこの考えられるからね。うん。ま、例えばその、もっかい、 言ってほしいっていうやつだった場合、うん、え、なんだっけって返してきた段階で、受け取るのはやっぱこっちなんで、うん。あ,あこれはもう脈なかったんだなって受け取って、あ,あごめん、あの、そっちが覚えてないんだったらごめん忘れていいよっていうふうにこっちから、あの、言って、 向こうが焦ってきたら、そういうのやめてねって、あの、言えばいいと思うし。ああまあね。この後になんか、もう2ラリーぐらいして、ちゃんとした確認を取るべきだとは思いますけどね。うん。まあ、どっちにしろこの A、えー、なんだっけって言われたら、まあ、昨日の告白のことなんだけど、返さざるを得ないから、うん、えないから、この、なんていうか、続きをね、あの、何回かラリーしてっていうことにはなるわな。そう。これだけで決めることはやっぱり、まだ難しいんだろうな。うん,うん。 1一発目のだからえー、なんだっけだけではまだがっかりするにはまだ早いぞと,いともうちょいラリーして結論をっていうことだね、うん、ねゴールするなりそこでとどめ刺されるなりもう一歩踏み込みましょうそうだな確かにとどめを刺される可能性はあるわな、うん、で最後ね天の弱系っていうことで、えー、ちょっといい感じの飲み、はいえー、友女子から「今日飲んでるのと LINE」と、うんえー、自分が飲んでる場所を伝えてくるっと聞いたら「どっちでもいいけど」と。 はあはあ、どっちでもいいけどと。うん、これは思わせぶりなのか、どうなのかっていうとこか。なるほどね。自分から飲んでるかどうか確認してきたのに、ってことね。ああ、なるほど、なるほど。そうなの、向こうから来てるんだよね。向こうから今日飲んでんのって言って、ああ、ここで飲んでるよーって来るって言ったらどっちでもいいけど。思わせぶりだなー。どっちでもいいけど、じゃあ、じゃあ別に来なくてもいい、ね。よしもやるはもやるよね。うん。 なんだろう、どっちでもいいけどってなった場合は、俺はそこで、例えばめちゃくちゃ仲いい友達と二人でこう飲んでて、うん、まあ今日はこいつとずっと喋ってたいなっていうのはあるじゃないですか。余計な横やり入らず普通にこの話が盛り上がってるなっていう時は、あの、あ今はじゃあちょっとその時の友達と盛り上がってるからまた今度ね、みたいな感じにするし。で まあ別に呼んでも全然いいかなとか、むしろ来てっていう時は、じゃあうちは来てほしいけどって伝えとけばいいかな。これだからさ、天の弱っていう風に書かれてるから、本当はこの人はだから、うん、じゃあ来てって言ってほしいわけだよね、多分ね。どっちでもいいけどっていうのは。なるほどね。言ってほしいんだ。 いわゆるだからツンデレだよね、これね。どっちでもいいけどって。ああ、まあそっか、ツンデレか。言い方によっちゃ。言い方によっちゃ。その、だから、男の方から、引き出したいわけだよね。<うん S 1> 来て来てって。一緒に飲みたいって。自分から、 ガツガツ行くのがちょっとかっこ悪いと思ってるんだろうね。なるほどね。まあ、ツンなわけだよね、ツン。めんどくさいな。<laughs> <laughs> <laughs> 本当は、だから今日飲んでるのって聞いてきてるっていうことは、デレもあるわけだよな。私も誘ってほしいっていうのはあるんかもしれないけれど、<ー>これをとツンデレだと思って可愛いと取るか、めんどくさいと取るかによって、めんどくさいです。匠君的にはめんどくさいわけ、ね。<laughs> 俺はめんどくさいですね。どっちでもいいけどって言った時は、じゃあどうしたいの っ聞いちゃうなあ。たくみくんはそういうタイプだよね。なんかねこう白黒はっきりしてないのがすごい。モヤモヤするんですよね。うんまあ俺がこの子気に入ってたらやっぱ来てって書いちゃうはなあ。じゃあ楽しみに待ってるよ。って言、うん、っちゃうかもしんないけれど、うん？そんなに仲良くない子だったらどっちでもいいけど。って言われたらめちゃくちゃ困るな。だって来るなって書けなくない。 まあね。ていいよって、ね、その、来てほしくなくても、うん、うん、来てみたらっていう、なんか、難しいね。本当に来てほしい人だったら、じゃあ、あの、今飲んでるからおいでよってなると思うし、逆に、 その、まあまあ、この人はいっかなーってなったら、なんか適当な理由つけて、ああ、でもこの後ちょっと移動しちゃうから、またねー、みたいな感じにするとか。あの、人数が入れないとかね。そう,そうそうそう。まあ、ちょっと狭いとこなんで、ちょっと席がないのと、これだから、社交事例でさ、その、じゃあ来るっていう風に書いちゃうパターンもなんとなくあるじゃん。うん,うんうん。その、今日飲んでるのなんて聞かれてさ、嘘ついて飲んでません。もう変だし。<laughs> それは変だね。<laughs> 飲んでるけれど、 うん、あ,のあの、君も来るとかは、社交辞令で言っちゃうかも、のん飲んでるけれども、みんなもう出来上がってて今から来てももうちょっと厳しいかもとか、なんかうま,うまいことなんかあれか考えないとダメか断るんだったらね。断るんであれば、その、なんだろうね、一緒に飲んでるやつがちょっとめんどくさいやつだから今日はやめときとか。結局だからこれどっちでもいいけどって言われたら、 来て欲しくないんだったら、うん、ああ、じゃあちょっと今日、立ち悪い奴が一緒にのいるから、あの、来ない方がいいかもって言って断るし、うん。うんうん、お気に入りの子だったら、あの、まだ席空いてるし、あの、みんな、何々ちゃんと会いたいって言ってるから、来た方が楽しいかもよっていうふうに言うかもしんないか。うんうん、ねえ。だから、本当にガチで狙ってるようなこの場合は、 もう一旦その一緒に飲んでる友達を一旦どけてその子と2人きりで飲みたいみたいな話になるじゃないですか <laughs> まあね、時間ずらしたりとかね。うん、そう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 。だから1時間後ぐらいになったら、ああのちょうどいいからって言って1時間後に呼んで、友達先に返して、えー、でその後二2人きりで飲めばいいし。このただ、どっちでもいいけどって言われちゃうとね、たくんみん見とかちょっとイラッとして、こう、あの <laughs> ねえなってなっちゃうパターンもあるからね、このもうある,ある、ね。聞き方でね。<laughs> なっちゃうってるね。うん、これさ、どっちでもいいけどはそうだけど、どうしよっかなだったらどうするたくみくんだったら。どうすんだよ。<laughs> <laughs> 問い詰める系だな。あのな、俺どの道その人の意見を尊重はしたいので、うん。ただ、それがね、どっちつかずなのが一番嫌なんですよね。これでも行く方としても確かにいろいろ今から支度して準備して化粧してとかってなるとどうしよっかなっていうのも、なきにしもあらずだからな。うん。 かといって向こうから聞いてるわけだしな今日飲んでるのすよ。そっちが来る気あるんであれば、まあ、来たらいいしうーんえーどうしよっかなって何をこっっっちちにじらしててるんだってなっちゃうのそれ私も誘ってほしいから、えっと、向こうから来てよっていう風な言葉を取りたいわけだよね。ってなるとめんどくさいなってなっちゃうな。 考え方がめんどくさいわけだよね。く海くんからするとね。うん、来たいんだったら来たいって自分から言えっていう。ま,まあ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 。<laughs> そう、それはそうなんだけど、確かに。そう,そ,うそう。<laughs> なんか何にせよはっきりしないものがあまり得意じゃないですね、俺はね。なるほどね。うん、このツンデレみたいなのはちょっとこうはっきりしてなくてめんどくさいと。うん。これは多分ね、男性女性関わらずですね。うんうん。あの、アドバイスとか、 を求めてきて、俺がアドバイスしてもうえー。でも、それはどうしようかな。みたいな感じになるとどっちやねんと <laughs> なっちゃうので、そういうことか。どっちにも取れるような文章はやめた方がいいぞ。とああ、そうだね。特にあの文章だけではその真意が伝わんなかったりすることあるからね。うん。 っていうことでね、このま、10選ね、あのー、喋ってみましたけれど。はい。10個全部紹介したらかなり喋ったね。ね。<laughs> <laughs> まあ皆さんも文章特にね、LINE なんて短い分ばっかなんで。そう,そう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 。それ一発で、こう、ね、なんか決めちゃうのももったいないですし、何回かこう、やり取りして、 決めていけばいいんじゃないでしょうかね,ね前、あのねこ LINE とかで「丸をつけないとあのなんか怒ってるように取られるっていうふうに思いまね、ましたね若者がいるみたいなあれね、丸ハラスメントっていうふうに言われてるんだって。ハラスメントになっちゃうんだ。つけてる方がハラスメントっていうことなのうちらは丁寧に文章を読みやすいようにしてあげてるだけなんですけどね。<laughs> うん人によってはハラスメントに感じちゃうっていうことがあるみたいだと思あ、もるね。っていうことでね、まあ、この LINE のね、今回爆笑ワードを10選ということでやってみましたけれど、えー、俺たちおっさんもね、そういうの気をつけてね、<laughs> 使っていかないとね。<laughs> いうことで、えー、男の気持ちが一瞬でなえた LINE の爆笑ワード10選でございました。 だらないものの工房の匠です。VR チャットっていう今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、えー、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、えー、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の、えー、入門コースを作りましたので、えー、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡くださいよろしければチャンネル登録お願いします